新しいの252日目でございますが、まあ今週も特に言うべきことはないって感じですね。1週間の間にこの今この瞬間初めて畑に足を踏み入れてる程度には全然手を入れてません。あんなになんか良かった野沢菜もうこんな塩梅だしね、枯れ果ててる。おかしいな。もっと早く卵じゃねえわ、もっと早く種植えなくちゃダメだったのかもしれないですね。シャワイシャワイになってる。でまあ野沢菜だけじゃなくですね、こちらレタスも枯れております。これ植えたのは俺じゃないけどね。レタスもなんか分からん、虫がいっぱいいるね。よく見るとこの赤い点みたいなの全部虫だね。ほら動いてる動いてる。こわー、春菊もいまいち。ただこっちよりはまだ、この植え替えたこっちの方がまだ息があるけど、それでも春菊としてはちょっと弱いよね、勢いだね。今うちの畑で頑張ってるネギとキブロッコリーぐらいですね。1週間に1回ぐらい頑張ったら食えるかなっていうぐらいの量が取れるかなって感じですけど、うん、もっと植えればよかったな。冬はうちの畑はもうキブロッコリーだけでいいぐらいだね。もう4畝ぐらい全部キブロッコリーにしちゃっていいぐらい、それぐらいこう厳しい畑になっております。はい、まあ、こんなもんかな。明日はねちょっと大事な試験があるので、明日に向けて気合を入れて頑張りたいと思います。こんなもん。